回は普段なかなかご紹介することができない選手管理棟へ潜入取材です。レースが終わった選手はまずこちらに来てヘルメット、カポック、ユニフォームを脱ぎます。こちらが洗濯室です。中に入っちゃいます。いざ突入。わ、結構広いですよ。あ、大きな、これは洗濯機、あ、乾燥機もついてるようですね。広い。こちらはヘルメット専用の乾燥機まであります。これだけの大きさ、広さがあればもう十分選手みんなの洗濯物を洗って乾かすことができますよね。選手の皆さんは各自自分の衣類には必ず登録番号が書かれております。そして係の方が洗濯、そして乾燥した後の衣類というのはこちらのロッカー、登録番号順に分かれております。係の方がこちらのロッカーに入れて、そして選手の元へと戻っていくわけなんです。なんと下着にも登録番号が書かれているみたいですよ。たくさんの洗濯物なんですが、今これは終わったばかり。はい、これ、はい、終わったばかりで洗濯して、で今乾燥でが出来上がってきたの で今からこれを畳みます。はい、どんな感じで普段やってるのか、はい、やっていただいてもいいですか。はい、お願いします。はい、1日に何回ぐらい洗濯機回すんですか。12回レースがありますので12回回します。何か手際よくやるコツとかはありますか。手際ですか。手際は別にないですよね。もう手慣れたものっていうか、なんていうの、うん、こんな感じで当番を、当番があるんですよね、服に。はい、その当番こういう風にして出して入れるんですよね。でこの当番を見てもう一人の人があちらにロッカーに入れるんです。レースを終えた選手が順に戻ってまいりました。今回は選手管理棟の洗濯の様子をご覧いただきました。以上、サオリンの選手管理棟、タイトル忘れた、何だったっけ、金子スタッフ、管理棟潜入取材。以上、サオリンの管理棟潜入取材のコーナーでした。続くのかな。続きたい。もう一回行く。